火星以下の表は火星表面に存在する人工物のリストである。地球から火星に到達した宇宙船が掲載されている。そのほとんどは当初の目的を果たした後は機能を失ったが、オポチュニティは2011年9月現在も稼働している。エクソマーズにおける着陸実験モジュール、スキアパレリは火星に到達した直近の人工物である。 以下の表には部品やパラシュート、熱シールド等の小さな物体は含まれていない。火星の世界的な地形のインタラクティブな画像地図。画像の上にマウスを置くと60を超える著名な地理的特徴の名前が表示され、クリックするとリンクする。ベースマップの色は、 NASA の MARS グローバルサーベイヤーの MARS オービターレーザーコード系からのデータに基づいて相対的な標高を示す。白色と茶色は最も標高が高い。ピンクと赤が続く。黄色は 0km。緑と青は標高が低い。軸は緯度と経度。ビーグルにキュリオシティ、ディープスペースにロザリンド・フランクリン・ローバー・インサイト、MARS に m a r s ンマーズ。 6ポーラーランダーオポチュニティーパーセビアランス、フェニックス、スキャパレリー DM、ソジャーナースピリット、ジュロングバイキング1バイキングに太字は、現在も稼働中。火星の世界的な地形のインタラクティブな画像地図。画像の上にマウスを置くと、60を超える著名な地理的特徴の名前が表示され、クリックするとリンクする。ベースマップの色は、NASA のマーズグローバルサーベイヤーの マーズオービターレーザーコードからのデータに基づいて相対的な標高を示す。白色と茶色は最も標高が高い。ピンクと赤が続く。黄色は 0km。緑と青は標高が低い。軸は緯度と軽度。極域が注目されるビーグル2号、ブラッドベリーランディング、ディープスペース2号を、インサイト着陸地点マルス2号を、 マルス3号着陸地点マルス6号ポーラーランダーチャレンジャー、メモリアルステーション。オクティビアイバトラーランディングライトブラザーズフィールド、グリーンバレースキアパレリ EDM、カール・セーガン記念ステーション、コロンビアメモリアルステーション、トーマス・マッチ記念ステーション、ジェラルド・ソフ,フェン記念ステーション。ありがとうございます。